鉄反応とは、有機金属化学における合成反応の一つ。アリール基、またはビニル基とアルコキシ基とで置換されたクロムカルベン錯体をアルキン、そして一酸化炭素と反応させて、置換フェノールの CR3 錯体に変える手法。反応性生物の置換機の位置選択性は予測可能であり、アルキンで立体障害の高い置換機がフェノールのヒドロキシ基の隣接位に、立体障害の少ない置換機がアルコキシ基の隣接位に来るように換化が起こる。末端アルキンを用いると、位置選択性がより確実となる。反応性生物のクロム錯体からは、硝酸セリウムアンモニウムの添加や、空気などで穏やかに酸化することで、クロムを遊離させて、フェノールを取り出すことができる。フェノール類が素早く簡便に得られることから、鉄反応は天然物合成においてよく用いられる。下の図のように、アルキンへのカルベン錯体の付加から始まり、還化、快還、COO の挿入、還化を経て4が生成し、芳香属化により生成物のフェノール5となる。DTZ、KH、アンク、ケム、INT、エド、エンゲル、1975、14、644から645、ドイ、10.1002、アニエ、197506442DTZ、KHD ツ、R、フォン・インハーフ、A ・ローレンツ、H ・ヒュッテナー、G ・ケム、バー、1976、109、2033、ティンコ、JM 山下、AORG、シン、コル、ボリューム9、P1 ボリューム71、P72、オンライン版創設、DTZ、KH ピュアオペル、ケム、1983、55、1689、創設、DTZ、KH ニュー J ケム、1990、14、433から445、ウルフ、WD タン、PC メカリム、JSJ アム、ケム、ソーク、1981、103、7677から7678、ドイ、10.1021、JA00415A058 チャンバーリン、S ウルフ、WDJORG、ケム、1994、59、3047から3054、ドイ、10.1021、上000900240マニッシュ、R ウルフ、WDORG、レッド、2004、6、329から332、ドイ、10.1021、オル0360445ハットホワイト、JD スミッツ、HORG、レッド、2005、7、235から238、ドイ、10.1021、オル0477779S。ありがとうございます。